あ、テストテスト、マイクテスト。はい、皆さんこんばんは。6月15日10時がやってまいりました。本日もまったりとマインクラフトやっていきたいと思います。よろしくお願いします。いやー、今日日中すごい雨が降ってて、おーおー、これ夜大丈夫かな、雨の音とか拾うんじゃないのかなと思いながらちょっと心配してたんですけど、すっかりやみました。今すごく涼しいですね。やっぱ雨の後の夜っていうのは涼しくて良きですね。さて、今週は、今日は歪んだ森、ネザーの歪んだ森にいよいよ突入したいと思います。もう今回はもう多分もうすぐそこに見えてるんで、まあ何事もなく歪んだ森までたどり着けるとは思ってるんですけど、まあ、こればっかりはやってみないと。なんとも、前回というか前々回ですか、すぐそこだろうと思って進んでたらピグリン要塞にぶち当たりましたからね。あれはマジかって思いましたもん。あれ、水入りはどうしようかな。これ水入りだったな。まあいっか。あら、成長しきってない。
よし、OK。それでは、早速ネザーに行きたいと思います。すごいここの天井なんかホグリンが湧くイメージというか、まあ実際そうな感じが、このなんか上も湧き潰しした方がいいんだろうな、多分はしないけど、めんどくさすぎて、まあ、いつかするかもしれないですけどね。よし。で、あそこにもう見えてるんですよね。で、まあ、どの辺を掘っていこうかなと、こうこの道をさらにもうちょっと伸ばして左に折れてこうトンネル掘っていこうかなとも思ったんですけど、まあ、最初はそのつもりだったんですけど、もう見えてるのでこっから歩いてちょっと行ってみようかなと。
ちょっとネザーラック欲しいな。ればいい感じかな。ハロー、マーベリックプロ。ウェルカムトゥバックマイチャンネル。どう行こう。やっぱここ階段状にするか。やっと見つけた。きた、ホットな観光地。やっと発見しましたよ、歪んだ森。よかった。おお、怖い。部活にす、これは迂闊に進めないぞ。これまた、これちょっとこの辺ゲットですね。あ、そうだ、ここはエンダーマンがいっぱい湧くんですよね。この辺の土もいただきつつ、貴重ですからね、この辺は。あと木もいただいていきましょうか。ちょっとこの辺、あー、やった、これでネザーの木材も揃いました。よかった。ずーっとネザーの木材がない状態でしたからね。してみますよ。と思って、うわ、まためんどくさそうな地形だなこれ。ハチさん、はい。
Welcome to back my channel。 ようこそいらっしゃいませ。見つけましたよ、歪んだ森。これでネザーの地形バイオームをすべて踏破しました。いやー、ここまで長かった。なんかここに至るまですごく時間かかった気がします。ちょっと帰り道を確保しておかないと迷いそう。制覇しました。おめでとうございます。ありがとうございます。で、まあ、見つけたはいいんですけど、ちょっとね、でこうルンルンでこうよし探検だと思ったんですけど、なかなかね地形がものすごくって、見てくださいよこの感じ、こうどう攻めていこうっていう。もうね、なんか今回僕のネザーなんかすごく地形がダイナミックなんですよね。ジャンプ、よし来た、ジャンプ、アイキャンフライ。死ぬ、さすがにこの高さは死ねる。いやー、死にはしないかもしれないけど、落ちた先でなんかこううっかりエンダーさんと目が合ってそのまんま押しつぶされるぐらいのことになりそう。あれ、終わり、こっちへ続いてる感じなのかな。これはうかつに降りていったらでも戻れなくなりますよね。ほら、この落差。あ、エリートランネ持ってきてないんですよ。怖いじゃないですか。なんかこう未知の地形でエリトラっていうのもネザーで、ここはもうこれで終わりなのか。こっちへ行くと多分、あ、やっぱりあれが前回踏破したピグリン要塞ですね。でこっちの方にまだまだ地形が続いていて、でここに森がありましたと。この森もどうにか、まあでも一応物は手に入ったからもう行っちゃいいのかな。そうか、エリトラ持ってきて探検ちょっと降りてみてもいいかもしれないですね。でそれでうっかり死んじゃってエリトラロストぐらいのね。まだエリトラね、予備持ってないんですよ僕。OKOK。 まあでもとりあえず目的のものは手に入れたので、今日はね控えします。あのね、実は今日はねちょっとやりたいことがあって、まあ青い森、まあ見つけれたんで無事、普通に無事にっていうか普通にごくごく普通に見つけれたんで、とりあえずこれはこれで OK として、まあここ道をちょっと作っときます、また後で。で道作りなんですよね、やりたいのは。その道作りは道作りでも、この道、今このネザーの道をこう作ってるんですけど、
まあ地面だけなんですよね。この床だけしか作ってない状態で、まあ本当はね、こう手すりというか、こう手すり的なものも作って、でこっちのこういう開けた場所だと、こうね、ガストさんとかいろいろ怖いじゃないですか。こういうところはこう囲ってトンネルみたいにしたいんですよね。ずーっと続くね、道作り大事ですよ本当。そこをきちんとしとかないと、いざという時にどうしようもなくなりますから。でそれをねやりたいんで、まあただこの距離、この長さなんで、まあ基本的には裏で進めていこうかな、ちょこちょこ進めていこうかなとは思ってるんですけど、まあ取っかかり、こんな感じで作りたいですみたいなのは、まあこういう配信の時にやりたいなと思いながら、いつやろういつやろうって考えながら、あ、これ今日やっとくべきかなと思い至りまして、でまあとりあえず差し当たって、なんだろう、この一番最初のネザーゲート、拠点につながるネザーゲート、ここですよね。ここの範囲をちょっと、ここの道作りを、今これこうなってますけど、こことかあとこことか、とりあえずこの範囲だけだったらこうサクサクっと作っていけるかなと思って、まあやってみようかなと思います。でまあとりあえずは確保したこの新たなネザー資源、これをまあとりあえず倉庫にぶち込んで、わあ、こんにちは。なんでこんなところで現れちゃう。そんなワクワクするようなものでもないと思いますよ。多分ね、サクッと、結構ね、もう本当にすごく前に一度試作はしたんですよ。本当多分半年ぐらい前。そんなに前でもないか。いやでもネザーゲートを作った頃かなに一度試作はしたんですよ。で、いつ作ろうと思いながら全く作ってないっていう、まあいつも通りのパターンなんですけど、めっちゃ携帯鳴ってるな。で、まあそれをこう思い出しながら、もう簡単な作りなんですけど、あ、なんとなく覚えてます。うん、なんとなくですよ。確かこんな感じだったよな、みたいな。で、これが、ここ。OK! 来た来たー。あと、ここに桜の木が来れば。そう、ただまだ 1.20 バージョンアップしてないんでね。これがここと、でこの辺もなー、やりたいんだけどな、なかなかやらなきゃいけないんだけど、気持ちいい。やっとここ空いてたところが埋まった。気持ちいい。いや、やっぱ埋まるのって大事。
そうで、氷どこだ？あれ氷どこだっけ？氷をね持っていきたいんですよ。そう、達成感ですよ。3つぐらいあればいいかなと、氷、製氷ですね、青氷と、あとソウル、ソイル、うん、と、あとは、ホッパーと、ピストンと、この辺かな？ちょっとこの辺でちょっと簡単な資材作りをしなきゃいけないんで、これマルシか、地下に持ってかから持ってかないといけないか。いろいろとこう準備をこう進めていきますが、はある。とりあえずこんなところでいいのかな。から深層岩をいただいていきます。 OK、とりあえずこんなところで、玄武岩が欲しいんですよね。こう道の柵を作るにあたって、基本玄武岩で作ろうと思うんですけど、その玄武岩もね、三角巣に行ってこう現地で回収してくるっていうのも悪くないんですけど、量が量なんで、これから作っていくにあたってすごく大量に玄武岩が必要になってくるんですよね。でそうなってくると、その大量の玄武岩を掘るのも結構、マグマキューブとかに邪魔されながらってなると結構大変じゃないですか。なもんで、作ってしまおうかなと、ゲーム版を。と思いまして、この辺に作りたい。ちょっと一旦これを撤去して。玄武岩もね、作れるんですよ、玄武岩って実は。とりあえずこの辺を出しといて、そっか、丸石にしなきゃいけないんだこれ。
まあまあその玄武岩を作るための装置をこれから作ろうかなと思ってます。本当はね、ちゃんとこうちゃんとというか、なんだろう、ある程度しっかりした建造物みたいなのを作りたい気持ちはあるんですけど、まあとりあえずこの形でいいかなと。いろいろ忘れてる。もっと必要、もっと物がいる。トロッコ、こう線路、ごめんなさい、ホッパー付きのトロッコと線路を作りたい。トロッコってどうやって作るんだっけ？検索、ホッパー付き、トロッコとホッパー、はは、
で、あはは、なるほど。検索、あ、そうなんですよ、検索できるんですよパッチさん知りませんでした？実は検索できるんですよ。123とで、あれ、あ、そっか、スタックできないのか。で、これをホッパー付きトロッコとと線路、うん、OK。実はあそこで検索ができるんで、ぜひ活用してください。ああ、そうそう、まあいいや。さーてさてさて、どんな感じになるかな。こうやってなんかこうちゃんとここあれですけど、古代の残骸、古代の瓦礫を掘るときにこう作った構造ですけど、まあ、こういうのもちゃんと整理しておくと後々便利っていう感じですね。そう、古代のね残骸瓦礫もちょっともうちょっと掘りたいなと思ってて、まあ、やっぱり装備の予備が欲しいなと。万が一死んじゃうとかありえますからね。まあこの辺の溶岩をまた何かで使う機会もあるでしょう。でですよ、ここにホッパーを置くと、ここにホッパー付きトロッコを置いていくんですね。こんなすごい装備なくしたらショックでもう帰れなさそうそんなね、大したものじゃないですよ。装備なんてなくしたらまた作ればいいんです。そんなもんです、装備なんて。それくらいのものだと思えばなんてことはないですよ。
これぐらいか。さらに、ソウルソイルをここに置きの、でピストン置きので、ピストンでソウルソイルをガシャコーンと、オッケー。これでソウルソイルの上に乗ったものが自動的にホッパー付きトロッコに吸い込まれて、でその下のホッパーに吸い込まれて、でこの中に入ってくると、うん、OK ですね。でここからどう作ろうかな。でもまあ適当だしな。てかこれチェストこの位置じゃダメじゃんって思った。つまり出しとく。考えるのめんどくさい、もう適当でいいや。どうせ一回壊すし。これでもうほぼ完成のはず。あ、ミスった。あ、しまった。あ、え、いや消えてないよな。こっちから。あ、よかった。一瞬消えたかと思った。オッケー。で、ここに製氷があって。でここにソウルソイルがあるわけですよね。あれ、溶岩が一個足らん。そう、ネザーでもね溶けないんですよ。でここに溶岩を流すとですよ、こうなるんですよ。これね、こう溶岩が
ソウルソイルの上で製氷に触れるとなんと玄武岩になるんですよ。でこれを砕くとこう砕かれたものが下のソウルソイルに落ちて、でそれが即ホッパーに吸われて入ってくると玄武岩が、という仕組みですね。という簡単な仕組みです。これで あとはひたすらここで玄武岩を掘っていくと。よし、しばらくちょっとね掘り続けます。まあ何スタックか、まあ、とりあえず 4,5 スタックぐらいあればいいのかな、とりあえずは。まあこういう装置を、まあまたちょっと多分ちゃんとしたものを作りますけど、ちゃんとした形でね、建築という形でやりますけど、まあとりあえずは間に合わせで、まずは玄武岩を、まあまあ現状の道を作るのに必要な分だけ、必要な分だけとりあえず手に入ればっていう形で、まあ何個ぐらいかな、あもう結構来てますね。いいんじゃないですか。もうちょい行きましょうか。とりあえず、うん、シュールな絵ですね。まあしばらくこの絵でお楽しみいただこうかなと。あ、そういえばね、今日ちょっと暇なんで小話でも一つしますけど、今日ね夕方、まあ、僕基本的にお仕事がこう家で、まあ、パソコンの前でずっとやるような仕事なんですけど、マグマねよくこぼれないですよね。で僕がこうで夕方になると、まあ小学生とかがこう帰ってくるわけですよね、学校終わって。で家の前とか通ったりするんですよ。でまあ多分で、まあ僕、こう、パソコンの前に、こう、窓があって、そこから、こう、前の道路が見えるんですよ。で、まあ、こう、多分、小学校、多分、3、4年生ぐらいかな、多分、10歳ぐらいの男の子が、こう、ランドセル背負って、なんか、すごい勢いで、うわーって、うわーって叫びながら、走っていったんですよ。なんだろうと思って、元気いいな小学生はと思いながら見てたら、その男の子の後から、ほんとすぐ後から、多分同級生ぐらい、同い年くらいの女の子が、待ちなさい、あなたには私がいなきゃダメなのよって言いながら追いかけていったんですよ。何があったんだろうと思いながら。小学生、小学生って思いながら。そこからちょっとしばらく仕事が、こういろんな妄想を巡らせて、しばらく仕事が手につかなかったです。あ、もうこれは結構
これだけあればとりあえず足りるのかな。 OK、 いいでしょう。とりあえずちょっと後でまた後整理するとして、この辺を整理したい。そうそう、あなたって言ってました。もう最近の小学生すごいですよね。まあでもなんだろう、こうやっぱりこう動画とかよく見るんでしょうね。なんかすごく本当に最近僕の世代なんかはもう本当、それこそまあ僕なんかはおっさんですけども、僕が小学生の頃ってと比べると、なんか本当に今の子供たちって大人びてるというか、全然違うなと思いますね。とりあえずマグマどこ入れとこうかな。とりあえずここでいっか。まあそのうちちょっとマグマもね、まあ必要になってくるというか、まあいろいろ使うこともあるだろうと思うので、うん、まあそのうちちゃんとマグマ製造機みたいなのも作りたいなと思いつつ、ここかピストンと。レバーとこうか。あ、そうだ。で、あと必要なのが、ガラス。白のガラス板と、あと魂のランタンですね。とりあえずこれだけあれば足りるでしょう。OK。あ、見てください、これホットな観光地ちゃんと達成しましたよ。今一瞬でしたけど、
すがにこんだけあれば足りるでしょう。ああ、要塞、ホットな観光地、要塞はどうでしょう。含まないんじゃないのかな、多分。っていう気はしますけど、多分バイオーム、見てるのはバイオームだと思うんで、で、バイオームって考えると、要塞はバイオームじゃない気がするんですよね。あれ、建造物なんで。うん、だから多分、要塞は含まないと思います。多分。お、ちょうど64個。いいね。いいですね。OK、じゃあ、解体しますよ、これ。早くも。あ、これがあった。まあそのうちこれもちゃんとしたものを作ります。早いね、うん。まあ、とりあえずちょっとあのパッチさんもいらっしゃって、まあ何人かの方見てくれてるんで、まああのパッチさんのように、さっきみたいな作り方っていうのをご存じない方もいらっしゃるかなと思って、まあ、作ってみたっていうところもあるのでさて、で必要なのがこれとこれとこれ。多分ね、この3つでいけたはずなんですよね。確かね、この辺壊してで、うん、いいんじゃないですか。で、1,2,3,4,5、あ、ちょうどいい感じかな。なると1,2,3,4,5、一応、あー、どうしようかな。1,2,3,4,5、うん、まあとりあえずこれでいいか。でどうでしょう。確かね、こんな感じで作ってたんですよ。
はいいんじゃないですか。うん、こうすれば安全と。この通路には敵は湧かないし、でこういうところで湧いた敵も入ってこれないと。めっちゃ簡単やもっと早く作れよっていう感じですよね。あ、そう、でも原風岩がね、なかなかまだこう原武岩の三角数を見つけないと話にならないなっていうふうにも考えていて、でもよくよく考えればこう原武岩が必ずしも必要っていうわけでもないなっていう。1,2,3,4,5。湧いた敵が、あ、登ってくるじゃんこれマジか。あー、それじゃああんま意味がないな。登ってこれるじゃん。そっかー。おお、どうしよう余裕で作ってたら、余裕ぶっこいて作ってたら全然とりあえずちょっと一回作ってしまって、ちょっと一回見てみましょうか。よっと、あちゃーですねこれ。あ、でもいいんじゃないですか。いかがでしょう。結構こうなんかこうネザーっぽさもあっていい感じじゃないですか。となると、うーん、要するに登ってこれなきゃいいんですよね。ここ掘っちゃえばいいんだよね。ああ危ねえ。あ、ここ掘って溶岩にしちゃう。てかもういっそここ全部溶岩にしちゃう。溶岩の海に。それもありだな。いや、でですよ、これをこうですよね。ああ、もう掘りすぎちゃしておくと入ってこれないですよね。うん、とりあえずは。ああ落ちた。うん、とりあえずはこれでもいいのかな。
もう。せっかく作ったこれがあるんで、うん、いいんじゃないですか。豚ちゃんはね、溶岩入れないはず。うん、豚ちゃんは溶岩入れないですね。だったと思う。多分。いや、まあ、溶岩入れなくとしても、まあ、これ今高さがあるんで、どっちにしろこれでこの高さで確保してしまえば相手は来れなくなると。でこれ僕も帰れなくなると。うんうんっていう。ね、うん、作ったはいいけど作った本人も締め出されるっていう。まあ、とりあえずこうしておけばね、罠にはまりましたね。まあでもこれもいいんじゃないですか。こういうところもお茶目でいいでしょ。可愛げがあっていいんじゃないですか。まあ、僕はねこうね、ジャンプというものがあるからね。ほら来た。僕はダッシュジャンプというものを駆使すればね、帰れると。あー、でもここ全部溶岩にしちゃうのも本当ありかもしれないな。まあ、ただここを全部溶岩にしようと思うと、まあ何かしら調達、どっかから溶岩を調達してこなきゃいけないんですよね。でまあ溶岩はまああるんですけど、こう拠点の近くのね、一番最初に見つけた洞窟の地下とかにも結構溶岩湖があったりして、まあそこで溶岩確保はできるんですけど、まあなるべくね、こう今 SDGs の世の中なんで、なるべくこう何て言うか
で資源を大切に持続可能なねこういう世の中にしていきたいじゃないですか。って考えるとあんまりこう自然にある溶岩を取っていくのもあんまり望ましいことではない、見た目的にも、うん、って考えるとやっぱり溶岩製造機的なものも作ってもいいかもしれないですね。今日なんかすごくまったりできてる。ちょっと先週がかなり阿鼻叫喚の地獄絵図だったから、なんかこんなにまったりできるのは嬉しいね。ふふ。なんかやっぱりこれくらいのねまったり感がマインクラフトはいいですよね。溶岩作れたらもうこの世は佐々木さんのものですね。いやもうね、溶岩作ってなくてもこの世は僕のものなんですけど、今このワールドね、まあ僕がある意味こう創造主みたいなところがあるじゃないですか。このワールドに関して言えば、このワールドに関してだけですよ。まさか現実の世の中でね僕は神だみたいなことを言い出してもね、ちょっと気持ち悪い感じになるんで、なかなかそういうことは言えないですけど、まあ、このワールドに関してだけ言うならば、まあね、僕はこう創造主的な部分があるんで、うん、なんか何言ってんだろうって感じですけど、なんかこう友達が横にいたら誰かしらね突っ込んでくれる人が隣にいたらいいんですけどね、残念ながらそういうわけではないらしいんで、こうセルフツッコミをしなきゃいけないのはなかなか辛いところですね、一人喋りの。何言ってるんだい、ありがとうございます、ツッコミありがとうございます、デヘペロ。なんか基本的に僕ってこうツッコミよりはボケ体質なんで、どっちかというと慣れてる人たちと一緒にいるとね、うん、ツッコミよりはボケる方なんで、誰かこうツッコミをしてくれる人がいると非常に助かるという。なんでここ穴が開いてんだ。イメージでした。まあでも多分どっちでもいけますけどね、多分どっちもいけるんですよ僕の場合ただあのボケたいタイプ、あーいいんじゃないですか、うん、どうでしょう、結構悪くない感じに作れた気がしますけど。
なんか試作の時に作った時もこんな感じだった気がします。うん、こんな感じだったような気がする。これでこの雰囲気でガーッとこう道を手すりを作っていけば結構いい感じになるんじゃないですかね、イメージ的には。ね、綺麗ですよね。なんかやっぱこう僕ね、やっぱりこうピシッとこうね直線的な感じが好きなんでしょうね。なんかこうね、曲線を使ったような建築もしてみたいんですけど、なんかね、やっぱ何回かちょっとね、この2、3ヶ月ちょっと裏で試作的に挑戦してたんですけど、やっぱね僕無理ですね。どうもね、どうも作ってるとね直線直線になっちゃうんですよね。でこれでこの感じでですよ、こっちの方も作っていきたいんですけど、あ、僕らしいですか？ありがとうございます。そっか、ここも、あ、結構この辺難易度高いな。この辺結構難易度高いな。どう作っていこうかな。あんな感じで落ちてくるんですよね、上から。まあでもここは柵を作ればいいのかな。こんにちは。それかもうこっからトンネルにしちゃうか。いやでもトンネルはこっからに作りたいんですよね。ここからトンネル形式にして、まあここガスさんがね湧くので、この空間はなので、ここは絶対トンネルが必要なんですよね。トンネルにしないと、まあ万が一っていうことがあると。うん、なのでここはトンネルが必要、この長い距離。マジか、え、マジで作るのこれ。これはどんだけ時間かかるんだろう。はい、ナナシゲームズ日本、ん、違う、ナナシじゃなかった、ナーハシ、ん、ナーシーゲームズ、ウェルカムトゥーバックチャンネル。ネファイトですよね。これ。この距離と、うん。頑張るしかないですよね。まあでも、これはちょっとさすがに配信でちまちまやってられないんで。これはさすがに裏でちまちま作る感じになるかな。うん。インディアン、インディアン、インディアンっていうとインドの方っていうことになるのかな。おお、怖い怖い、めっちゃ溜まってるやん。フレッシュアニメーションズの動きがいつ見てもいい感じなんですよね。ほら、めっちゃ落ちてきてる。そう、これをねどうにかしなきゃいけないんですよね。やっぱまあここは柵か、こ
ここはもう柵を立ててしまって、ここぐるっと柵か塀かを立ててしまって、でここから、ここもちょっと塀的なもので、さっきのやつで作ろうとすると掘らなきゃいけないんで、でここ掘るってなるとね、なかなか景観含めて結構めんどくさいなって今思っちゃったんで、あーでもこの辺なんか利用したいですね。なんかこの辺利用して何かこう装飾しつつ、まあ柵か塀かで普通にこうちょっと運んで、でこっちですよね、ここからトンネルにするというイメージですね。であとはこっちか、こっちは雪山につながってるんですけど、そうさっきのね溶岩で思い出したんですよ。おお、めっちゃいる。まあここ僕の氷製造場所なんですけど、せっかくなんでこの辺にこう粉雪を貯める場所も欲しいなと思って、まあ簡単にちょっと広場的な感じに整地して、で粉雪を貯めれるようにしようかなとでふっと思いました。入ってこれてない感じかな。一応ちょっとテストしてみましょうか。あ、いっちゃういっちゃう。はい。あれ、こっち来ない？あれ来ない？ここを敵が越えられないかどうかのテストをしたかったんだけど。来ないな。迷子ですかね。こんなイケメンがいるのに寄ってこないだなんてどういうことだ。もう一匹開いたよね。いや。さあ来い。オッケー、これで、お、いいじゃないですか。これで越えてこないと。やーい、こっちだよ。こっちに来ても越えてこれないと。いいじゃないですか。めっちゃ怒ってる。うん、これで大丈夫ですね。オッケーオッケー、完成です。まあその他の場所に関しては
おいおいちょっとやっていこうかなと。イケメンに告白しに、なんかめっちゃ後ろでアフーとか言ってるけど、あー大丈夫かな、めっちゃうなってるけど。荷物の整理をしようかなと思ったけど、ちょっとね30分くらい時間があるんで、まだ今日が終わるまでもうちょっとね、こう旅行的なことがしたいなと思ったので、このちょっとした時間を使ってエリトラの旅をちょっと地図を埋めたいなと思います。ここが埋まってないんで、ここを埋めに行こうかなと思います。で一応こっちも、うん、そうね、一応2枚持って行きましょうか。こっちが先、こうですね、この順番。左手に持ってる地図がこっち側にはまって、右側に持ってる地図がこっち側にはまってたという感じですね。で、まあ、パッチさんがちょうど見てくれているので、まあ、地図のおさらい的な、こう地図埋めの時にこうすると便利ですよみたいなおさらい的なところも含めて、よっと、でこう地図を両手に持ってますよね。でこの右手に持ってる地図っていうのは、このロケット花火の隣に置いておくと非常にやりやすいと。まあロケット花火は一回使えば、その間こうやって滑空してる間はロケット花火もちろんこう手に持ってなくて大丈夫なので、使います。そしたらこうすぐに花火から地図に持ち替えて、
ていうやり方をこう慣れると慣れてしまうと意外と楽にいけるのかなと。こうですね、こう花火を使う時だけすぐにこう持ち替えてっていう。意外とこの辺は何もないのかな。この辺はひたすら海ですね。でもこの辺はもう読み込んじゃってる地域なんで、まあ今地図埋めてるんですけど、まだ読み込んでない地域っていうのはね、ちょっとまだいかんとこうかなと思ってて、っていうのが、まあ、1.20 に更新した時に初めてこうそっちのまだ地図を作ってない地域に行ってみようかなと思っていて、まあそうじゃないとね、せっかくの 1.20 が一度読み込んでしまうとその地域では 1.20 の良さが来なくなっちゃうんで、まああとね、ウォーデンさんにも会いたいんですけどね、こう高い山がなかなか見つからなくって、ね、楽しみですよね。パッチさんもそうだし、皆さんすごくもう楽しんでいらっしゃいますよね。なんかそれを眺めて僕は楽しんでます。いいね、この地図が埋まっていく感じ好きですよ、こういうの。あ、ここにも氷山がある。へえ、こんなとこにも氷山があったんですね。雨だ、雨、せっかくの空の旅が雨。雨が降ってると空の境目が見えなくなるから、今自分が上を向きすぎているのか下を向きすぎているのかが分かんなくなっちゃいますね、これだと。あれはなんだ、お、村だ。え、村？ああ、まだ見つけてなかった今のだ。雲の上行ってしまったらどうですか。あー、これ今シェーダー入ってる状態なんでどうなんでしょうね。こんにちは、かわいいね、いいねその服。
パン、リンゴ。あるぞ。ああ水だった。なるほど、こうやって雨が降って水が溜まっていったわけですね。雷雨だったらまだ寝れるけど、雷雨じゃないから寝れもしないっていう。これもうちょっと大人が、うん、持ってる。ああ、花火使っちゃった。うん、ちょっと見渡してみますね、どういう村か。あ、意外と規模的にはちっちゃかった。ちっちゃ、ここだけか。なるほどね。あの辺に旗、ここに旗を立てようかな。立てようと思います。名前をつけてない旗を出しちゃった。こう、オッケー村。では続きをいきます。あ、夜になった。寝た方が良かった、飛ぶ前に。あー、夜っぽいな。雨が降ってるとね、昼とか夜とか分かんなくなるんですよね。オッケー、そこの陸地まで行けるかな。ギ
リギリ届かない。あーもうゾンビがいる。もうめんどくさいな。今日の朝みたいな天気。あ、パッチさんのところは今朝こんな感じだったんですか？なんかすっきりしない感じですね。あー朝日眩しい。なんだろうこの、いやまあ眩しくないんですけど、なんか眩しいって感じがしますよね。この画面だけ見てると別に眩しいわけではないんですけど、ちゃんとこう眩しいっていう感じが表現されてて、すごく、いやなんかこの辺ほんと BSL ほんと自然で優秀だなと思います。もっとこうか。あ、サシッペさんこんばんは、いらっしゃいませ。まったりと飛んでます。今日はまああの歪んだ森は開始早々速攻を見つけちゃって、で探検するっていう感じの森でもなかったので、もうサクッと、はい見つけましたっていうことで終了してそれからネザーの道をちょっと整備して、でまあそこをこう続けるのも時間がかかるんで、もうそこはこうとりあえずこんな感じで作りましたよっていうところまででやめておいて、であとまあちょっと時間が少し微妙にこう日付変更まで時間が微妙にあるので、地図埋めでもしようかなと思ってたら全焼基地を見つけました。これは行くしかあるまい。ね、すぐ見つかっちゃうっていうか、まあ、前回前々回でもすでにあそこにあるっていうのが分かった状態で進めていて、でそれをこうなんだろう、あ多分もうすぐ着くぞみたいなっていうタイミングで、あのピグリン要塞にぶち当たっちゃってでピグリン要塞の攻略をしてたんですよね。でまあそっちのピグリン要塞の攻略ができたので、よしあとは行くだけだっていう感じだったの。なんかここすごいぞ。なんかすごいぞここ。で本当はまあ歪んだ森もちょっとこう探検できたらよかったんですけど、ちょっとね探検するにはなかなかしんどそうな地形だったんで。まあ、とりあえずこう物資を回収できたんで、まあとりあえずそれでいいかなっていう。あ、アレイちゃんいないかな。僕まだアレイちゃん会ってないんですよ。ねえネザー怖いですよね。おいおい、めっちゃ来たやん。さすが
さかネザライト装備超強えぜ。痛い痛い。あ、これアレイちゃん。これアレイちゃん。でかっ。こんにちは。アレイちゃんってこんな感じだったんですかね。僕ちょっとまだね、サバイバルでアレイちゃんに会ったことが実はまだないので、わかんないんですけど、アレイちゃんでかっ。しかも歩いてる。あっ、いたー、いたー。これはちょうど、これはアレイちゃんを連れて帰らねばいけないミッションが発生してしまった。エリトラで帰れなくなったそっか。よいしょ、鉄アレイちゃんねパッチさんお上手。あんまりこうゆっくりしてられないのは無限に出てくるから。しかも斧で戦ってたし。よっと、おい、オッケー、来た、ヤギの角笛、いいですね。いいですね。無事に制しました。これちょっと撮っとこう、スクリーンショット撮っとこう。なんか面白い。いいね、いいね、あ、いいね、いいね、いいね。ね、低い音ですね。あ、アレイちゃん横行った。かわいいね。OK、堪能した。よし、帰りましょう。アレイちゃんを連れ帰るミッションが発生してしまったんで、これはね、エリトラを使えなくなったっていうことですよね。多分エリトラで飛ぶとついてこれないですよね、さすがに。ワープできるとはいえ。さあおいで。 OK、 ついてきてるね。無駄に鳴らすっていうね。だからせっかく手に入れたら鳴らしたくなるじゃないですか。そうだから、僕、いや、アレイちゃんに会ったのも初めてだったので、こうもちろんこう角笛もね、今初入手なんですよ。よっと、
ポートあった。こんな時間だけどこれか。ああお前そっか、後回しとか言ったんだ。整理は後回しでいいやとか思ってたら、よっと、よっ、はい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 、OK、でこの地図だな。 OKOK、 日が沈むまでちょっと待ちましょうか。うん、いい眺め。いいじゃないですか、この空のグラデーション。お見事。で、こっからもう船で帰れますね、拠点まで。うん、船で拠点まで帰れる。ついてきてる？ね、癒されますよね。あ、いいね、アレイちゃんついてきてますね。おいでおいで。ぶつかった。2匹とも起きてるね。オッケーオッケー。このまままっすぐ行けば、まっすぐ陸地にぶち当たるまで。お、消えた。おいでおいで。あんまり遠くに、あんまり離れすぎるとついてこれなくなるのかな。おいでおいで。あー、かわいい。あー、なんかかつてない癒しの時間かもしれない。マイクラやってて、こんなにのどかな時間があっただろうか、かつて。ちょっと鳴らしすぎかな、大丈夫です？さすがにもういらねえよって感じですか。だって嬉しいんだもん。ブブブー、だって手に入れたの嬉しいんだもん。鳴らしたいじゃない、手に入れたからには。ついてこれてるかな。オッケーオッケー。うん、ちょっと方向転換、これぐらいかな。そうそう、アレイちゃんね、おいでおいでーって。うわー、海底神殿の真上通った、怖っ。そっか、ここか、海底神殿。あー、ここか、海底神殿も攻略したいですね。ただまだちょっと早いかな。
そっか、アレイちゃんが仲間になったってことは、アレイちゃんを使った何かこう回収装置みたいな、なんかそういうものも作ってみたいですね。おいでおいで、アレイちゃんおいでおいで。アレイちゃんって、まあこうアイテムを持たせるとそのアイテムを拾うんですよね。なのでこうまあなんか自動のファーム、自動装置っていうものを作った時に、なんかこうホッパーとかで回収するんじゃなくって、アレイちゃんに回収してもらうっていう、で最終的にそのアレイちゃんがサウンドボックス、音が鳴るやつで、音が鳴るとそこに集まって、そこでアイテムを落とすんですよね。持ってるアイテムを、回収したアイテムをそこで離すんで、その離したところの真下にホッパーが1個あればそれで回収できるみたいな、なんかそういう感じの装置とか作れないですかね。そう、働かせるんですよ。働かざる者食うべからずですからね。いくら可愛いとはいえ、いくらアレイちゃんが可愛いとはいえ、そこはねしっかりと働いてもらいますよ。ただ飯ぐらいは飽きまへんでっていう。 OK、 帰ってきましたね。お、ついてきてる？お、ついてきてる？ついてきてない？あー、迷子になった。いたいたいた、おいでおいで。あー、来た来た来た、あー来た来た、よし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 。さあこっちでおいでおいで。やっぱちょっと油断するとボートの速さでも見えなくなっちゃうんですね。気をつけないと。これやっぱ常にこの見えてる範囲で、あ、0時回った。よっとっと、おあれ、こっちか。ん、あれ、今どっち向いてんだ。あ、いいんか、こっちか。よしよし、帰ってきたよ。昆布すげえ。こう子供の頃ね、海に泳ぎに行った時に、こうこれぐらいの水深、足がもう全然つかないぐらいの、こう海水浴場でもこう沖合に出て行って、もう足が全然つきませんっていうところで、こうああいうなんかこうワカメというか、なんだろう、海藻、昆布というか海藻がこう足にこう不意に絡まった瞬間がすごくふわーっていう、あれがすごく嫌で、なんかそのせいであんまりこう海に泳ぎに行かなくなったっていう。
来てる？アレちゃん。ビッキ。あれ。あ、来た来た。来た来た。オッケー。なんか不意にあのこのマインクラフトでめちゃめちゃこう昆布が泳いでるのを見たときになんか今不意にそれを思い出しました。あね、あそう、あのうにょーんっていう足にこう絡まってくる感じの、あれすっごい嫌ですよね。もう軽くパニックですもん、あんなの。よっと、帰ってきました。ただいま。これか。しまってと、ちゃんと。あ、でこれをちゃんと元に戻していきましょう。忘れないうちに。そうで、こういう感じにこう2枚の必ずこう新しい地図を作った時はこうやって端っこをまず埋めておけばこういう感じで、ここ端っこですよね、ここを必ず埋めておけばまあ困らないと。まあ名前を付けておいてももちろんそうですけど、まあ、こういう細かいところが後々こう大事になってくるのかなというふうに思います。ああ、今日なんかいろいろ充実した回だった気がする。サムネ作り直さないと、サムネとタイトルをこう直さないといけないですね。 OK というわけで、今日はアレイちゃんも見つけたし、角笛も手に入ったし、あーいいね、かわいいね。今日はなんかほんとあれやこれやなんかこういろんなことできて充実した配信になりました。いい夢見れますね。柳沢慎吾みたいにいい夢見ろよっていう感じで今日は終わろうかなと思います。というわけでね、今日はね、ここの辺りで終わりにしようと思います。最後まで見ていただきありがとうございました。まあ、それでは皆さん、良い夜をお過ごしください。おやすみなさい。いい夢見ろよ。またね。